こんばんは。東大阪新聞チャンネルの時間です。第8月の第5週は私、東大阪新聞の社長の大野元弘がキャスターを務めます。今日は、東大阪新聞の記者で、歴史小説家の、池内文三さんをお招きして、今、東大阪新聞に15日号にちょうど連載中の、歴史小説の、まあ、解説、読み方について、教えてもらおうと。悪党の顔、まあ、風貌と書いて悪党の顔ですけども、今ちょうどこの7月15日号までで、まあ、7つの、小説書いて、そして次8月で、まあ、8つ目、まあ、全50話ぐらいになるということですね。はい、そうですね。はい、これはあれ、どういう一番の、今までこの楠木正成のテーマですけども、はい、今まで書いてない、今までの作家で書いてない、まあ、そういうこのところがあるね。はい、そうですね。どこが一番の売りですか。はい、ですね、これまあ今回そのポイントとしてですね、3つ、あの読み方のポイントとして3つ、3点ですね、挙げさせていただきたいと思うんですけど、はい、まず一つ目がですね、この楠木正成のつまびらかにされていない、あの笠置山挙兵までの期間ですね、前半生ですね、それをまあじっくりとまず、まあ、描いてみようということですね。で、二つ目がですね、楠木正成のその内面をあまり描かずにですね、楠木正成の恩師であったりですね、まあ、老徒ですね、それとあと、まあ、敵対した敵の目線から見た楠木正成、そういうのが2つ目ですね。で、3つ目がその、ね、歴史の転換点ですね。この、まあ、戦国幕末いろいろな歴史の転換点ありますけど、それをですね、まあ、父さん、まあ、皆さんと一緒に旅してみようというのがこの、まあ、作品のポイントになっております。この3つですね。ですから、まあ、笠置山挙兵まで、まあ、挙兵までのことをね、じっくりと、そしてまあ恩師 と、とかこう対したね、まあ、そういう目線、そして、3番目はこの歴史の、まあ、転換点、そういうことをまあ書いていこうということで、今日はこの、人物のこれ持ってきてくれるのね。はい、これはポイントはどこですか。これはですね、まあ、楠木正成たちがその、まあ、倒した鎌倉幕府というものの、うん、まあこの権力のそのまあどういうふうな権力というものがどういうふうに移り変わっていったかというのをですね、まあ、将軍家であったり、まあ、執権北条氏であったりですね、あとそのまあ僕、まあ、去年の大河ドラマ「鎌倉殿の13人」ではですね、いろんな御家人がね、北条氏によって滅ぼされていくわけなんですけれども、そういう関係図を、まあ、ちょっと有名に作らせてもらいました。これ分かりやすいですね。はい、もう一つ、なんか今日はフリップも聞いてるね。今日はですね、もう一つはこのお話の後半戦でね、後半でね、出てくるんですけれども、はい、まあ、楠木家のルーツを、まあ、辿ったその取材機構ですね、その時に使った地図っていうのをここにお持ちしました。はい、これは、まあ、赤く丸してるのは何ですかね。これはですね、まあ、後で出てくるんですけれども、楠木正成、まあ、楠木氏っていうのがどっから来たのか、うん、で、まあ、最大の敵対相手の鎌倉幕府ですね、うんうんうん、で鎌倉幕府 の、 その権力の中枢っていうのが長崎氏っていう、徳宗家秘官、実質上のトップですね、うんうん、それとどういう関係があったのかっていうのをですね、どういう、まあ、ルーツによってどういう関係があったのか、それを、まあ、取材した時の、使った地図ですね。なるほど。はい、それが、まあ、赤で、まあ、ちょっと記してあるのはそういうところですね。はいはい、また写真も持ってきてますね。これはその時にね、まあ、これはね、その時にね、まあ撮ってきたね、これ後で、ね、これ符号して、ね、お見せいたしますのでね、はい、じゃあまずその、このフィリップからちょっと使わせてもらおうかなと思います。はい、どうぞ。まずですね、鎌倉幕府なんですけれども、まあ、よく源平合戦というですね、まあ、自称寿永の乱ですね、それによってですね、まあ兵士が、まあ、平家が滅ぼされてですね、
で、まあ、源頼朝を中心とした鎌倉幕府というものが、まあまあ、一説には1185年、もう一説はいい国ですね、1192年に、まあ、誕生しています、うん、はい。なるほど。はい。はい、なるほど。こっちのフィリップにしましょう。はい。あ、そこよろしいですか。はい。で、まあ、この権力、鎌倉幕府のですね、まあ、権力なんですけれども、うん、初めはですね、この征夷大将軍という将軍がですね、まあ、持ってたんですけど、それがまあ源氏の将軍っていうのは頼朝とその子供2人ですね、頼家、実朝の代で、まあ、滅びてしまいます。あ、なるほどね。でその後ですね、本当はその、後鳥羽上皇のですね、王子を将軍に据えたかったんですけど、それは断られてしまいましてですね、でもう頼朝のその親族のその九条家、藤原家からですね、将軍をまあ2代にわたって迎えるわけなんですが、でその後になってようやくですね、皇族将軍というものがですね、まあ、来ることになるわけなんです、うん、でこの皇族将軍というのはまあ、ね、ちっちゃい時に連れてこられてですね、口うるさくなってきたらもう、執権北条氏とか御家人とかに、まあ、追い出されて、まあ、追い返されてしまうという、ね、そういう運命をね、まあ、辿った将軍が多かったんですけれども、うん、で、まあ、実質その後執権っていうのが、ね、ナンバー2ですね、うん、北条氏が力を握ることになるんですが、でこっちがですね、まあ、北条氏によって滅ぼされたですね。なるほどね。で、まあ人、まあ、まず1番目がですね、頼朝鎌倉幕府樹立に功のあった梶原氏ですね。でこれは梶原景時の乱、去年は 中村獅童がねやってました、ね、はいはい、で次が頼家のその舅ですね、で比企氏が滅ぼされる。で畠山重忠というのは去年北条義時のね妹婿なんですけれども、去年も中川大志さんがね、すごくね武士の鏡ということでね、かわいそうな、まあ、死に方をした。なるほど。で次に和田氏が、うん、まあ、これもねなんかひげもじゃのおじさんでしたけどね、はい、かわいそうなね実朝お前に罪はないみたいな死に方をしてですね、でその後、まあ、時代が下ってですね、とうとうですね、まあ、山本浩二がやってた三浦氏と、あとこれ大江氏というのは、大江の広元っていうのは満所ですね、総理大臣ですね、それも、まあ滅ぼされはしないんですけど、力を大いにその、力がもうなくなってしまう、弱まってしまう、はい。でそれでですね、さらに時代が進むとですね、頼朝が初め平家に流されていた時から付き従っていた安達氏も、これね、安達氏とですね、これ御家人代表ですね、もう最後はもう安達と北条氏ぐらいしかもいなくなってたんですけれども、でそれとですね、この北条氏の中でもですね、この義時から続くですね、この赤の囲ってる人ですね、これをね、徳宗と言ってですね、この執権にしてもですね、この例えばですね、これ、うん、時頼が亡くなった後ですね、この時宗はまだちっちゃかったわけですから、なるほど、はい、でここでその、まあ、いとこの長時とかですね、うん、でその次はなんかこの大おじさんの政村なんかが次執権についた人で、ようやくこの時宗が二十歳ぐらいになって継ぐという形になるわけなんですね、うん、でこの貞時の時もですね、この北条貞時っていうのはですね、なんかハレー彗星がなんか落ちてくるからみたいな感じでですね、自分は執権を退いてですね、その後この子供の高時が大きくなるまでに、10代が、10代がそのいとこの諸時ですね、で12代が、まあ、ちょっとこれかなり空いてますけど、ひろ時とかですね、で宗信とか、こういうふうな感じで、実際はこれ力を持っているのはこの徳宗なんですけれども、執権はこんな感じで一族の中が継ぐという形になっています。そうなってくるとですね、この執権よりもこの徳宗家悲観というですね、この北条氏の身内人ですね、そういうのがものすごい力を持ってきましてですね。なるほど。はい、で、まあいわばですね、北条氏というのは初め挙兵した時10人ぐらいしかいなかったわけなんですけれども、そんな中でですね、
このヒドラっていうのは大体ね平家についてたヒドラなんですね。でそういうヒドラを吸収していてですね、そのまあいわゆる召使いみたいな感じですね。でそういうヒドラとその御家人がぶつかったのが、この下月、まあ、下月騒動というね、足立氏の乱で、あのそこでですね、もうあのもうほぼこの、あの平頼綱というのがあの、まあ、あの日蓮を、ね、切ろうとしたことで有名ですけれどもね、それがもうあの徳宗家悲観というのが非常にもうあの一番の実質的な力を持ってしまうというわけなんですね。なるほどね、はい。でそれでですね、あの今までクスノキっていうのが、うん、まあ、あのルーツっていうのが、まあね、ずっと言われてあったのが河内の悪党ですね。であのね、五代五天皇の夢の中にそのあの現れてきたね、うん、それであの挙兵に加わったっていうふうな、うん、そういうふうに言われてますけど、まあ、ずっとねあの言われあの最近ねあの明らかになってきたのはもともとはそのこの北条氏の特捜機関の中の一人だった、まあ、一番 あの力を持ってたのがね長崎氏だったわけなんですけれども、あの長崎県もあの後々長崎県の、ね、ルーツにもなってくるわけなんですけどね、うん、はい、それでですねあの、まあ、その辺をちょっとあの、まあ、前半生ですね、はい、そういうルーツを含めてあの書いているのが今の状況ですね。なるほど、はいはい。で、あのこれから、まあ、それは展開していくわけですね、はい。で これ先ほどの、はい、ちょっと教えてください。これなんですけどね、そのね楠木氏のルーツをたどる旅ですね、うん、はい、まずですね、楠木氏がですね、どこから来たのかっていうのをちょっといろいろ調べてみたらですね、うんうん、で静岡県にこれ、まあ、これ清水区の、まあ、清水の次郎町とかちびまる子ちゃんという有名な清水区ですね、なんかね、はい、そういうところがあるんですけれども、そこのですね、まあに行ってみました、うん、でまあこの草薙駅っていうのがあって、静岡駅からまあ、ね、新幹線を置いて2つ目か3つ目ぐらいの駅なんですけれども、うん、でそこで置いてですね、はい、まあ、すごい雨が降ってたんですけれどもね、で、まあ、行って北に行ってみるとですね、楠の木ですね、でこの楠の木自治会館っていうのがあるんですね、なんかね、でそれでですね、もう本当にもう歩いて5分ぐらいのところにこれ電信柱に住所長崎があるんですね。でそれがですね、この先ほどのですね、御家人、徳宗悲観ですね、徳宗悲観、楠木氏と長崎氏というのはもともとはその同じ場所にいたっていう、ね、なるほどね。でそこでですね、まあいろいろとでこれまあ行ってみるとですね、ここに梶原堂というのがありますね。この梶原堂というのが、まあ、これ梶原一族の墓なんですけど、先ほどのですね、一番最初に滅ぼされた御家人ですね、梶原景時ですね、はい、それが死んだ、まあ撃たれたがこの辺っていうわけなんですね、なるほどね、はい、でですね、この辺り一帯はですね、まあ、この一番大きかったこの辺辺りを、まあ、統括した御家人っていうのが吉川、うん、吉川です。でどっちに吉川というのはね、安芸国広島県に移ってですね、毛利の一族になりますね、これはね、なるほど。そのまあ幕末まで続くわけで、そのね吉川氏のね、こう館跡なんですね、はい、なるほどね、はい、こんな感じでですね、まあ、まずね、まあ、歴史的なのを調べるとき、まあ、インターネットがあったり本読んだりするんですけど、うんうんうん、必ずその足で運んで、うん、足を運んで現場まで行ってみるというのを大切にしております。なるほど、まあ、まだまだこの読みにね、読み方、そういう魅力はありますけども、うん、まあ時々この東大阪新聞チャンネルに池内文蔵さんをお招きして、ここはどうなってるかな、どうなってるかという、まあ読者の疑問に答えながらね、またお話しいただけたらと思います。今日はありがとうございました。ありがとうございました。よろしくお願いします。お願いします。